どうも皆さんこんにちは、ロンボ男です。さあ本日は記憶力が 30% アップする香りとはということで、フライブルグ大学の研究をもとに徹底解説をしていきます。今回は香りになりますので、自分の部屋をこの香りで満たすだけで脳を刺激し記憶力が上がる、めちゃくちゃ手っ取り早い方法になります。毎度のことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは早速いきましょう。2020年にフライブルグ大学から記憶力が上がる香りは何なのかの調査が行われました。対象は54人の学生で、この54人を3つのグループに分けます。1つ目は全く何も介入しない対象群。2つ目は寝ている時にバラの香りを嗅がせる群。3つ目はバラの香りを嗅ぎながら勉強したり、1日中バラの香りを嗅ぐ群ですね。この3群で単語のテストをして、記憶力にどう違いが出るのかの調査が行われました。要はバラの香りを嗅ぐことは記憶力向上に役立つのか、そしてバラの香りを嗅ぐ方法について検討したということです。でも早速結果なんですが、バラの香りを嗅ぎながら勉強した群では何も介入しない対象群と比較して単語の記憶力が約 30% アップするといった結果でした。この研究は対象者が少ないのと、対象者の年齢が12歳なので、私たち大人に当てはめると信頼性というのは乏しいです。ただし記憶量が 30% もアップするという他では類を見ないほどの効果をもたらしていましたので、私たち日本人で18歳以降の方でも記憶という部分にポジティブな影響をもたらすと思います。以前放送したカロリンスカ研究所の論文でも、口呼吸に比べて鼻呼吸で海馬の働きが向上するっていうデータもありますので、鼻呼吸プラスバラの香りは記憶力ブースターとして役立てやすいかと思います。で、最後にこのバラの香りを嗅ぐタイミングになるんですが、2021年にカザフスタンから同じようにバラの香りの短期的な効果というのを調べてくれた研究が出されていまして、バラの香りには即時的な効果というのは薄いということが明らかになっています。繰り返しバラの香りを使用することによって効果があるということがこの研究では明らかになっていまして、できるだけ長時間嗅ぐことでバラは力を発揮することが分かっているんです。つまり寝ている時だけとか勉強中だけではなくて、自分の部屋の香りをバラの香りで満たすことで初めて効果を発揮しますので、日々の生活にバラの香りをふんだんに取り入れてみてください。記憶力を上げて楽な人生を送りましょう。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています。日曜日以外の夜7時半、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。